こんにちは、ミスタイムさん。動画をいつもありがとうございます。速稼塾の久保でございます。今日もね、私はフィットネスアドベンチャーで、任天堂のねフィットネスアドベンチャーでトレーニングしていきました。消費カロリーがね150キロカロリーぐらいで、時間がですね25分ぐらいだったですかね。やっぱりね、先日43分やった時は260キロカロリーぐらい消費したんですけども、ああいう風に目安とはいえね、カロリーが数値で表示されるとちょっと励みになるなと思いますし、あとね、やっぱり43分ほどやった時でも、今日も25分ぐらいだったんですけども、疲れはないですね。汗がものすごく出るのと、オーバーワークになっちゃいけないので、私も年齢を感じながらね、ちょっとセーブしながらやっております。で、水分もしっかりとって、やっぱりね、最近はねプランクとクライングマウンテン、これをね対応してるんですよね。あとスクワットも順調にこなせています。まあ、おかげさんでトレーニングの方はやっぱり昔ね体を作ってきた甲斐があって、肉体的には結構いけるなというところでございます。47歳ですけどもね、まだまだ体動くなと思います。まだ20代のね、まあスポーツマンとはなんとかやっていけるんじゃないかなと思ってるんですけど、そうもいかないですかね。やっぱりね、関節とか錆びついてますからね。まあでもね、こうなんつうんですかね、なんか体軽くなってきましたね、なんかね。あ、これね、見てください、ミスター M さんと同じブランドでした、これ、ね、ということでね、今日は体は動くんですけども、いまいちね、私の悩みとしては食事ですね。やっぱりね、食事の、量と味、こちらの方に調理師でありながらなかなか変化を持たせられない私自身のね、調理技術のなさと、あとやっぱりね、お腹空いて食べてしまいますね。やっぱこうなんですかね、魚料理、肉料理でも鶏をささみを使ってみたりとかね、胸肉を使ってみたりとか、味付け工夫したりとか、それからキャベツをね塩茹でしてそのまま食べてみたりとか、いろいろするんですけども、基本的にね、おにぎりみたいなお米のご飯、それからパンみたいなもの、麺類、特にそうめん、この時期はいや欲しくなりますね。欲しくなるし、まあ本当にね、こう食べることを我慢するのっていうのは、トレーニングでものすごくね足が痛かったり、筋肉痛になったりとかね、腹筋を痛めるほど走ってみたりとかする、痛みには耐えかねても、空腹に耐えられないですね、なかなかね。工夫はしてるんですよ、工夫はしてるんですけども、それからあまりにもね、食事を我慢しすぎると、それも逆効果になっちゃいけないので、適度に食べながら、で炭酸水でお腹を膨らましたりとか、サプリメントを取ったりとかね、いろいろ工夫してるんですけども、やっぱりまだね、食べ過ぎではあるなという感はあるのと、あともう一食なんとか減らせないかな、一食というよりもね、量をね減らしても大丈夫な体を作りたいなと思ってるところですね。なんかね、その辺もミスター M さんなりの、食事に対する工夫がありましたら、ちょっと抽象的ですけども、私の質問もなんかね、こういうのがあったらいいよみたいな教えていただけたらと思うんですよ。私の場合は炭酸水を飲むこと、1日5食を少なめに摂ることで、お米は本当におにぎり1個とかにね、 60g から今 100g はオーバーしないように摂ることね、心がけています。それからお肉をちょっと多めにで、青魚、こちらの方も、まあ、満腹になるほど食べたら、青魚っていうのは独特の臭みがありますんでね、ちょっと工夫しないと、もうえずいてしまってグーッとかなっちゃうんで、気をつけないといけないかなと思いますけども、やっぱりね、タンパク質を取るために私はゆで卵をね結構食べてますね、毎日ね。でお味噌汁にも生卵を入れて茹でた状態にして食べてるという、卵を結構使ってるんですけどもね。あとはブラックのコーヒーを飲んだりとか、麦茶を飲んだりね、飲み物は結構多めにしてるんですけども、なんか いまいちね、食事が目に見えて減ったなっていう風な気はしないんですよ。もちろん1割2割は減ってるんですけどもね。まあ、この辺なんか工夫ができないかなと思ってるんですけども、まあ、本当に抽象的な質問であるんですけども、食事に関してね、なんかこう工夫できるところがあったら、ミスター M さんなりのアドバイスをいただければと思います。今のところ私はお米とかパンとか麺類は抑え気味ではありますけども、ゼロにはなってません。この辺はいかがなんでしょうか。ゼロにしていいものなのか、それとも、まあ、ゼロにするんではなくて、例えば朝だけ少し炭水化物を入れてみるとか、お昼を入れてみるとかね、
なんかその辺はどうなのかなと。完全カットはできないと思いますけどもね、うん、ただ私は体力の方は結構あることが気づきましたのと、あと体結構動くんで、あのカロリー消費はねしっかりとやっていけると思うんですよ、うん、それから有酸素運動無酸素運動もね、これもしっかりやっていけると思います、うん、ただ食事とのバランスが悪いのかなと思ってるだけなんですけどね、うん、皮下脂肪がやっぱりやっつけないといけないところなんですけども、どうすればいいんでしょうかね、うん、まあ腕を落として足を落として、うん、まあミスター M さんが言われたように足の筋肉を鍛えることによって痩せやすい体を作る、それまではまあ今のペースでいいもんなんでしょうか、まあ、具体的な食事の量とかをね伝えてないんで難しいと思いますけども、私の考えまとめますとね、食事は若干減らす程度にしておいてあんまり意識せずに今は筋肉をつけることを集中すると。で筋肉がつけば体重が多少増えるのもそれ仕方がないことかなと。ただあまり増えすぎないよね。今86キロになることもあるんですけども、87キロにはもうならないと思うんですよ。ですんで86キロをオーバーしない、タッチしない限りは食生活はそこまで意識せずに、まずは筋肉をつけて痩せやすい体を作ることを第一に追ってですね、で筋肉がそこそこつき始めてきたら、今月の末ぐらいに、食事の方もちょっと減らし気味にして、85キロを目指していくみたいなストーリーでどうかなと思うんですけどもね、なんか教えてください。では失礼します。